長野市で始まった棋王戦五番勝負の第1局。タイトル6冠目を目指す藤井五冠が、名人のタイトルを持つ渡辺明棋王に挑みます。藤井挑戦者の先手番で始めてください。振り駒の結果、藤井五冠の先手で始まり、戦型は互いの角を交換する角換わりとなりました。対局はハイペースで進み、藤井五冠の攻撃が続く中、渡辺棋王がチャンスをうかがい展開となり、現在は藤井五冠が優勢となっています。今夜までに決着がつく見込みで、先に3勝した方がタイトル獲得となります。